皆さん、こんにちは。チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、えー、現在ですね、ビットコイン、まあ、2万ドル割れまた大きくいくんじゃないかということを懸念をしているような記事となっております。で、まあ、これを懸念する記事っていうのも、これまで本当にたくさん出てきていますし、まあ、いろんな理由のもとにですね、えー、記事を書いている人も多いかと思うんですけれども、まあ、今回については、 結構ですねあのこれまで出てきたポイントと若干ちょっとまあ違うかなと思ったので、まあ、1つご紹介させていただこうかと思いますで。いくつかポイントがあるんですけど、まず1つ目に関しては、まあ、現在、ですねビットコインの、えー、ビットっていうんですかね、買いのオーダーが2万ドル前半に結構入っていると。ただし、これまでの大きな買いオーダーに比べると、比較的、 低い水準というか、低いボリュームになっているので、ここを抜けると、一段大きくドーンと下に下がる可能性があるよというところに加えて、このあたり2万ドル前半の水準が、6月の間はですね、21日移動平均線というものがありまして、これに結構サポートされていたところらしいんですね。なので、このあたり終わってくると、短期的にもう一つ下を抜けてくるようなこともあるんじゃないかというところが、まず一点ありますね。 あとは、今週の水曜日に発表があります CPI あると思うんですけれども、これがですね、確か予想が8.8%ぐらいの予想だったと思うんですけれども、これをですね、大きくまあ予想を超えてくるようなことがあれば、さらなるドル高というかですね、ドル金利のさらなる促進プラス利上げに期待も非常に高まることによって、ドルがもっともっと買われるんじゃないか。で、これによって、今もですね、ほぼあのユーロドルがパリティ、いわゆるその1.0というところを 目指してですね、もうちょっと一瞬抜けたりしてるんですけれども、このような水準にいると。これが大きく進むことによって、ユーロ売りがですね、一気にまたさらに加速をして、ドル高が促進をしていくんじゃないかというところの不安から、ドル高になるとなぜ、あのビットコインが売られるかっていうと、やっぱりですね、ビットコインに関してはあの、リスクアセットなわけですよね。で、ドルっていうのはリスク回避 通貨なわけですよそうするとやっぱりより多くの方々が、まあ、なるべく今持っているお金を例えばアメリカの国債ですとかもっとよりリスクが低いものに対して寄せていかなきゃいけないですとかあとはもともと金融機関の方々って調達する通貨がですねドルなんですねなのでもう一番そのリスクが低い通貨っていうのはやっぱり調達元の通貨になるので これです一刻も早くドルに変えたいというのが、まあ、ある程度モチベーションとして働くので、まあ、ドル買いが入りやすいとでそうなるとやっぱりリスクアセットというのは売られやすいでつ,なつまりリスクアセット何かというと、まあ、ビットコインももちろんそうですけれども他はやっぱり株ですね米国株もそうですし、まあ、あとは外国で運用していた株を売却をして外貨を売ってドルを買うみたいなことの動きが入りやすいのでドル買いがです、ね、進むと、えーまあ、あのその流れの中で え、リスクアセットが売られる。で、株とかもリスクアセットそれが売られると、やっぱりビットコインも釣られやすみたいになりますね。で、そういうような流れの中で、ビットコインが大きくまた下に下がっていくんじゃないかっていうような懸念が今出てきております。ちょっとすみません。説明長くなったんですけれども、こういったところで、まあ面白い記事かなと思ったのでご紹介をさせてあげました。はい。もう一つなんですけれども、今その流れの中でいろんなクリット関係の会社が潰れたり潰れそうになったりしてますよね。で、その中で、 この右側の FTX のですね、まあ、CEO のサムさん、まあ、通称アプロさんが、まあ、いろんな会社に対して貸し付けをしたりとか、投資をしたりとかして、結構救済の動きをです、ね、しているわけなんですけれども、まあ、その一部の動きに対して、バイナンスの CEO の CZ さんがですね、あんまりいい動きじゃないんじゃないかみたいなことを言っていますと。でこの二つの、えーまあ、議論に関しては、あのそれぞれ違った、まあ 見方とか、あと立場とかもあると思うので、どっちが正しいということはないと思うんですけれども、おそらくこの FTX のサムさんとしては、結構マーケットで大きく資産とか会社の価値がドーンと下がるので、そこをですね、一気に、まあ、あのお金を入れて買っていくことによって、マーケットシェアを大きく取れるんじゃないかというようなことを、まあ、思っているんじゃないかと思います。で、実際に CZ さんもですね、まあ、こういった動きに対しては一部の アセットに関しては非常に安い価格で買えているので、非常にお得だよねということも実際にはコメントをしていますと。で、その一方で CZ さんがこういった動きってあんまり良くないんじゃないかって言ってる背景としては、まあ、やっぱりですね、潰れる会社を救済をして、えー、存続させることっていうのは本当にいいことなのかっていうことを言っていて、やっぱりそうやって、こういう形でなくなっていく会社は、まあ一旦ちょっと退場してもらった方がいいんじゃないかっていうようなことをですね、えー、言っていましたと。で、これは、 あの、程度の差によっては、あの、ま、いろいろと物議を醸す発言かもしれませんが、基本的には僕も、まあ、そういう流れも、あの、正しいのかなというふうには思っています。やっぱりですね、仮想通貨のマーケットの中には、まあ、いわゆるそのスキャンというふうに言われるような、えー、まあ、プロジェクトもあるかもしれませんし、まあ、あとは企業という観点でも、まあ、やっぱりですね、なかなかその経営の体制として、まあ、これまでの会社と比較してっていうことかもしれませんけれども、ま,あ、まだやっぱり、 なかなかそういった、しっかりとした経営体制が、まあ、レギュレーションが少し弱いということもあって、整ってなかったところも多かったと思うんですよね。まあ、とはやっぱりかなり急速に拡大しすぎたことによって、あの、ビジネスの大きさと、まあ、とはそのバックオフィスという,うに言われるような、あの、まあ、人事系とか、まあ、経理とか、そういったところの部分が整ってないっていう会社も実際はあると思うので、まあ、一概に何がいいか悪いかとかっていうのは言えないんですけれども、 まあこういう見方が出てるのは結構面白いかなと思ったので、皆さんにちょっとご紹介をさしあげました。はい、次なんですけれども、まあ、そんな中ですね、えーと、今年の10月にですね、G20 の国々に対して、国際的な金融のまあ規制監督みたいなのをやっているスイスにあるえ機関がですね、えー、こういうような規制にした方がいいんじゃないかっていうような提言を することになっています。で、一応ですね、この機関の名前なんですけれども、ファイナンシャルスタビリティボードという FSB という機関があるんですけれども、ここが発表する予定となっています。で、ここで発表を受けたものをベースに、各国が自分たちで持ち,よ持ち帰って、自国でステーブルコインだったりとか、クリプトに関しての規制をですね、整えていくということになるんですが、まあ、どれだけこれの 影響力があるかどうかっていうのも、ちょっと正直わからないなというのが現実かと思います。で、プラスそれに加えて、えー、こうやって規制をですね、すること自体が、あの本当にこういうような形ですね、することがいいのか悪いのかっていうのは議論も出ていて、それなぜかっていうと、まあ、この FSB っていうところに関しては、あまりにもやっぱ動きが遅いと、まあ国際機関になればなるほど、まあいろんなところから意見を聞かなきゃいけなかったりとか、それをまとめ上げる中で、 まあいろんな中のですね、あの、人たちの承認を得なきゃいけなかったりとかして、これをですね、まあ、皆さんに、まあ、いろんな国の人たちに提言する、で、かつそれを持ち帰って、自分たちで法案を作るみたいな感じでやってると、遅くてですね、テクノロジーがどん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 進化しちゃって、まあ、現状というかそのタイミングの現況と、まあ、作った法案のバランスっていうのが全く取れないんじゃないかみたいなこともですね、懸念をされています。 まあそういった懸念はある一方で、やっぱりこういったレギュレーションが進んでいくことによって、ある程度安心感を感じる金融機関だったりとか、まあ、監督官庁みたいなところもあると思うので、まあそういったものが少しずつでも整っていくことによって、よりクリプトが受け入れられるような土壌も整っていくんじゃないかっていうような見方も、まあ同時にあるらしいですね。まああの、これは両方そうだと思いますし、 実際にそれが各国々がどういうふうにアダプトしていくかっていうのはまだ先の話でもあると思うので、それはそれぞれの国のお手並み拝見というか、やっぱりそのクリプトへの思いみたいなものが出てくると思うので、このあたりもですね、日本も含めてどういうふうになっていくのか注目をして見ていきたいかなと思っております。はい、次なんですけれども、今政府という観点でやはりクリプトのアダプションが非常に進んでますよと。で、今回皆さんにご紹介をしたいのは、 スポーツクラブがこの辺のアダプションが非常に進んでいると。これどういうことかっていうと、皆さんもおそらくご存知かもしれませんが、イギリスの方のチームでマンチェスターシティというですね、非常に強い世界でも本当有数の力を誇るですね、サッカークラブがあるんですけれども、ここがですね、胸のスポンサーに OKX、OK、のスポンサーのロゴをですね、入れることになりました。これが非常に話題になっているんですが、一回ですね、このマンチェスターシティというところは、 3K ーーっていう会社のですね、スポンサーを一回受けたことがあるんですね。で、それを、なんか1週間、2週間ぐらいで断って、辞めていたっていうような、えー、まあ背景がありますと。で、おそらくそれの背景には、この OKX、OK、がもっともっと大きなお金で、スポンサー契約したいっていうところが、申し出があったので、そのあたりの、まあ、あの、揉め事というか、まあ、ごちゃごちゃがあったんじゃないかなと思うんですが、まあ、ここで言いたいのは、マンチェスターシティがですね、あの、スポンサー、まあ、こういった OKX、OK、とかを取り入れましたよということではなくて、 クリプトの圧倒的な資金力によって本当にこれイギリスだけではなくて世界中のスタジアムの名前とかスポンサーみたいなものがどん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 クリプトに変わってますよね。これって以前かなり前かもしれませんが日本のシャープ、ソニーとかそういった日本の企業がどん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 世界のクラブのスポンサーになっていったのと同じ流れかなと思いますしちょっと前までは中国だったりとか韓国の会社がこういったスポーツクラブの スポンサーに大きくなっていたかと思います。なので、ま、まさに本当に今まさに力があるところが、こういったスポーツクラブのスポンサーになっているような状況なので、今そういった波が各所に来ていて、それがスポーツクラブ、そして政治の献金だったりとかに今まさに動いていて、それがさらにですね、どん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 大きくなっていって、国の,あの方針を決める中で、クリフトがどっちに行くかっていうところを あのまあ、どっちにするかみたいなものが、まあ、大統領選挙までは言わないかもしれませんが、まあ、本当にその議席をどっちが民主党共和党をどっちが取るかというところにも結構影響を与えてくるんじゃないかと、まあ、いうふうに言われるぐらいですね、まあ、大きくなってきているというので、まあ、こういったところの動きも含めて、まあ、クリプトの流れというのはまさに来ているよというのをちょっと皆さんにご紹介をさしあげましたはい次なんですけれどもバルドというですねクリプトの資産運用会社が えー、70億円ぐらいですね、資金が足りませんよということはですね、あの、また出ていました。で、これは、ま、70ミリオンかっていうふうに思うかもしれませんが、あの、いろんな方から預かったお金で、まあ、ビットコインだったり、イーサイムとかを運用していて、えー、お金が、ま、目減りしてしまった、評価額が下がってしまったっていうところに加えて、えー、これはですね、UST、あの、テラのですね、ステーブルコインも持っていて、 それが価値がゼロになっちゃって、ってしまって、まあ今まさにえお金どうしようかで、n e x っていう会社はですね、まあこれも抗金レンディングの会社がこのバールドを買収するかどうかっていうような現在議論をしているわけなんですけれども、また新たにこういった話が出てきていますが、まああの、本当にもう連日止まらないような流れでこういったものがどん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 出てくるんじゃないかなと思いますし、まあ今はですね、まあじゃあここ救済しようかどうしようか買収しようかみたいな話が出てるかと思うんですけれども、 まあ以前も申し上げた通り、リーマンブラザーズが潰れた時っていうのも、まあ違うところがパーってきてですね、まあバークレーズとえー野村証券が来て、それぞれああの分けるように買収したりとかっていうのをしていたんですけれども、まあ最終的に野村証券が買った、えまあアセットに関してはものすごくその後10年ぐらい、本当に野村証券の経営をですね、あの、引っ張るぐらいの え、損失追加的に出したりっていうこともあったので、まあ、これはあの、そのタイミングと今回起きていることっていうのは違うことかもしれませんが、やはりそういった形で、救済をするっていうことは、あの、まあ、それなりのリスクがあるんだよっていうのは、まあ、我々も認識しておかなければいけないなと思いますし、まあ、救済が入ったからといって、追加的にどっか潰れるところがもう出ないってわけではないので、まあ、引き続き警戒をして見ていきたいかなというのは思っております。はい。で、次なんですけれども、え、ビットコインの 現物 ETF ですね、グレースケールが申請をしていて、まあ、僕はこれ通るんじゃないかなと思っていたんですが、最終的に SEC からまあダメですよということがいった話が出ました。で、それに対してですね、ねグレースケールに関しては、えー、まあちょっとおかしいと、ビットコインの先物 ETF 承認してるにもかかわらず、まあ、現物っていうのはもともとその元をたどってみると、先物も,も現物の値段に基づいて動いているし、現物の ETF は当然現物の 価格のの水準にによよって決まるるが同,同じじゃなないいかというふうにまあ言う,ような議論がまあ,あるんですねただし、まあ、あ SEC としてはいやいやそれは違いますよと。まあ、これは厳密に言うとやっぱ違うんですけれども、先物に関してはやっぱりそのファンディングレートもかかったりとか、まろ、あ、もの運用コストがかかったりもするので、まっ、あ、く同じ商品かって言われたらまあ当然違うんですけれども、まあ、そのあたりも含め、えー、まあ住み分けをしたいというところも あのまあ、一応 SEC の言い分としては、まあ、あると。で、その一方でグレースケールがちょっと許せないのは、ビットコインのショートする ETF は OK と。まあま、あそれある意味、先物でやってるわけなんですけれども、あの本当を言うと、ビットコインの価格を下げたいだけじゃないかみたいな感じのなうがった見方もまあ少し出てきてはいるんですね。まあ、それはあのどうかなというか、まあ、下げたいというよりも、ボラティティの低下をさせたいっていうのは、 ある程度あると思うんですね。やっぱりその、ショートができる、え、先物とか、何かしらの商品があったりすると、加熱しすぎてい、行きすぎても帰ってこないみたいなところよりも以前に、まあ、どっかのタイミングで誰か売りとかすることによって、まあ、ある程度適正価格に落ち着きやすくなるというような、え、こともあったりするので、まあ、そういったショートの、ショートができるビットコイン ETF があるっていうのは、まあ、全然悪いことじゃないかなと思うんですが、まあ、あの、とはいえ、え、今後これがですね、ビットコインの ETF が、 まあ承認されるのにですね、まあ最低1年から2年ぐらいかかるんじゃないかっていうようなことを、まあこの担当弁護士も言っているので、まあしばらくの間は、まあちょっとお預けになってしまうかなと思ったりはします。まあ半減期とこと重なって、前向きなニュースになればいいなと思う一方で、まあ本当にこのビットコイン ETF の現物ものものが大きなプラスになるかどうかっていうと、まあ今のセンチメントで承認になっても、そんなに大きな え、プラスにはならないでしょうし、やっぱりこういったものにお金が入ってくるからこそ、え、プラスに、は、あの、入っていくとも、動いていくと思うので、やっぱりブルーマーケットの時に、こういったニュースが出てきたりすると、まあ、大きく買われる材料にはなったりするのかな、なんていうのは思ってはおります。なので、まあ、今すぐこういったものが承認されないからといって、ネガティブになることはないかと思いますし、ま逆に、大きく盛り上がっている時にこれが出てくることによって、ちょっと一旦、あの、 まあ、リグイのフローが出たりとかっていうのもこともなったりするかもしれないのでまあそのタイミングタイミングでどういう材料になるかっていうのは間違ってくるのでまあそのタイミングでまあ判断をするというのがまあいいんではないのかなとは考えてはいましたはい、えー、マーケット本当に毎日毎日まあ狭いレンジではまだありながらもマクロのニュースにですね大きく影響を受けながら値動きしてますけれども皆さんはここ最近 どううされてますでしょうか僕はですねあのコツコツ買ったりはしていたりとかあとはいろんなことをですね、まあ、ちょっと調べたりする時間に正直使ってますなのでいや本当にもうずっとビットコインの価格イーサリアの価格を見てるってことは、まあ、皆さんもないでしょうけれども、まあ、ないですしまあもっと今後、まあ、来たる未来のために勉強したりとか試合もしたりとか、まあ、あとはいろんな人に会ったりとかそういったところに対して時間を使っているようなことをですね、まあ、日々僕は行っております あとはですね、これ仮想通貨のチャンネルではあるんですけれども、やっぱりあの仮想通貨の値動きを見るという観点では仮想通貨だけでなくて、マクロのニュースも見た方がいいんじゃないかなと思いますし、また仮想通貨の方向性、今回、まあ、見ていく中で、まあ、規制だったりとか、まあ、あとは実際に仮想通貨、ブロックチェーンのテクノロジー、まあ、Web3 みたいなものが人々の生活にどれぐらい実際に浸透しているかっていうのも結構重要だと思うんですね。 っていうのもやっぱり今価格が大きく下落してきていることによって仮想通貨ブロックチェーンに対しての疑いの面みたいなものは以前よりも当然強くなってきていると思いますである程度そこが腐食されないことには、まあ、当然追加的な資金だったりとかも入ってきづらくなると思うので、まあ、そういったビットコインへの民間のアダプションというものが、まあ、かつあの当然あの何ですか政府,政,府と政府のアダプションもそうなんですけれども そういったアダプションが進んでいかない限りはですね、やっぱりなかなか前向きなビットコイン、仮想通貨、イーサレム、ディーファインみたいなところへのムーブメントにはつながっていきづらいのかなと思うので、まあニュースも含め、そういった観点からもやっぱり見ておくことは重要なんではないかなというふうに常に感じております。そういったところも含めですね、毎日毎日このような形で皆さんにニュースをお伝えしていきたいかなと思いますし、僕はですね、マーケットがいくら下がろうか継続して お伝えをしていこうかなと思ってますので、ぜひと皆さん長い間かもしれませんが、これからもですね、末永くお付き合いいただければと思っております。あとはですね、このチャンネル応援してもいいよという方がもしいらっしゃいましたら、チャンネル登録や、あとはグッドボタンも押していただけると本当に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。